よし。どこだっけ？あれ？どこだ？あ、あっちか。こっちか。イエーイ！行きましょう。あれ？どこ？あれ？こっち？あ、こっちだ。ごめんなさいね。方向音痴に付き合わせてもらっちゃって。お、オッケー。行きましょうか。そうだね。準備完了か。あったな、こういうのね。懐かしいな。あ、列車中だ。どんなやつなんだっけな。俺、プクリポね、地味にやってないかもしんない。ストーリー。俺、オーガだったからさ、前やつ。こういうやつ出るんだっけ。へぇ。まあ、レベル的には、まあ、弱いと思うんだけど。うわぁ。え、ちょっと待って。あ、え、なに？あれ？あいつが敵じゃないの？ え、こいつかい。まだムービー見てる？いよいよ、待つよ。お、弱いで戦う。オッケー。よっしゃ。どんとこい、超常現象。ブレードガード。よし。よし、行くぜ。よいしょ。でね、ぶん回しとかやるとめっちゃ楽に倒せる。と思う。お、え、おお、終わった。 あ、やべ。やべ。こっちから倒せばよかったのに。あー、ごめんごめんごめん。毒にかかっちゃった。行くぜ。おーら、早い。クソ早かった。え、何分？ 24 秒。おー。あ、毒消えた。早いな。あれ、戦闘中だけなんだっけ、毒って。あれ、あいつは出てこないの？あ、こいつこいつ。こいつは出ないの？うえー、下ちょろちょろ。中パッパだ。うん？これ過去の映像か。自分か。プクレットの村の仲間プディンから親を奪い、笑顔を奪った、汚れの大蛇。3年連続演芸グランプリチャンピオン、このヒューガがお前を倒。うわー、これ結構悲しいよ。てか、あの商人何者だよ。どうやってここ入ってきたんだ。ああ、嫌だ嫌だ。エイド様の命令じゃなきゃ、こんな怖いところ絶対に来ませんよ。迷い込んだ旅人はいませんよね。いないことにして。あ、そうか、これできたのか。あちゃ、いたか。それでこの人来たんだね。そうか、エイドスに呼ばれたんだ。ああ、こりゃもう、まだ若いのにかわいそうにな。うわ、本当にかわいそうだよな。もう少し私が早く来てれば、エイド様の魔除けのおかげで助かったかもしれないのに。あんた、運がなかったな。ふむふむ、結構な金持ち。うーわ、こいつふざけやがって。なんとヒューガーお金奪われた。マジ？なんだこりゃ。ピリッポ秘伝のネタ帳？こりゃいらないと。うーわ、こいつ、うーわ、クソ野郎じゃん。ルーラースト、あ、こいつが取ってったんだ。ほほう、ルーラストーンも持ってるのか。なんとヒューガールーラストーンを奪われた。そうか、そうか、きっとオルフェアの街で名をあげるつもりだったんだね。それがこんなところで死んじまって、さぞや無念だろう。でも安心しなさい。胸クソ悪いな、こいつ。お金とルーラストーンはあんたの分まで私が使ってあげる。だから化けて出るんじゃないよ。きっとプクレットの村の人だろう。私があんたを故郷に連れて帰ってあげるよ。こいつ、うわ、すげえ胸クソ悪いね。何あいつ。やべ、鳥肌立った。そうだよ、このシーン。うわー、やばい。泣いちゃうかもしんない。もう、そうだよな、9年10年前にこの映像を見たんだよな、俺は。堀裕二さんね、最強だわ。で、オーガだね。で、プクリポ。やっぱ Wii で遊んでたからな、あの時は。PS4 になって、やっぱ画質綺麗になってんね。あ、で、ここはジュレットかな。
で、この子もいたよな。そうだね。このキャラでもよかったんだけどね。でも、プクリポ可愛いからさ。あ、いたいたいた、こいつ。ダストンだよ、ダストン。覚えてる覚えてる。いやー、あー、ここはエルフの町だな。名前忘れちゃったな。うん、斎藤よね、ヨースピーね。うん、この光の正体はまあバージョン2のストーリーでわかるわけだよね。スクエアエニックス、そこは覚えてんな。結構印象的だったから。うん、結構この光ってすごいんだな。ウツボじゃんこいつね。あ、オッケー、オッケーです。よし、じゃあ帰りましょうか。プクレットの村の石、ルーラストーン、ピキンと。よっしゃー、よっしゃ、で着いた、ここだ。よーし、ストーリー進んだぜ。エイドさんよ。あ、いた、こいつ。そもそもわしが命じたのは汚れの谷へ、迷い込む旅人がいないか、馬車で見回り、もしもの時は助けてやれということ。盗んだよこいつ。馬車に魔除けのまじないを施してあった、施してやったのもそのためだぞ。ね、うー、ごめんなさいってば。うわ、こいつふざけやがって。ふむ、ルーラストンが。それだけではあるまい、金は使い込んだのだな。うーわ、さすが賢者様、よくお分かりでございますね。うーわ、ないわというわけだ、ヒューガー。お、できたよ、ヒューガーさん。不肖の弟子の無礼、誠に申し訳ない。え、弟子なんだこいつ。さあ、これがお前のルーラストーンだ。お、もらった、返してもらった。うん、ヒューガー借りていたルーラストーン、プディンに返した。え、あれ早くね。あ、え、あ、プディンここにいたんだ。そうか、ヒューガーが再び命を落としそうな、落としそうになった時、白き光が汚れの大蛇を退けたか。そうだね、僕も見たよ、遠くの山の向こうから真っ白い光が伸びて、から空いっぱいに広がったんだ。そうそう、やはりな、わしの目に狂いはなかったようじゃ。白き光は伝説の勇者が覚醒した光、覚醒した、証、陶器レンダー者より放たれし者。うん、レンダー者ね。ヒューガ、お前には宿命がある。だからこそ 死すべき運命より逃れたのだ。うん、ヒューガよ、自分でも分かっているのだろう。お前の肉体と魂は別のものだと。え、あ、そうか、この鏡ね、ラの鏡かな。あ、俺の顔だ、懐かしいまだ詳しいことは分からぬが、しばらく前より死んだ者の肉体に別の場所で死んだ人間の魂が入れ込み生き返るという事件があちこちで起きておる。え、あ、それが天のみんなってこと。じゃあ僕を元気づけてくれたあのヒューガさんは汚れの大蛇に殺されたんだね。うん、まあこうやって中の人が変わってケロッと生き返ってますけどね。こいつ、こいつ、おい、ありがとうエイドス、ガクガクくらさったわ。もはやこの肉体の主は蘇らぬが、ヒューガよ、お前はこいつのおかげで生き返り、こうしてここにいる。せめてこいつか、こやつが背負っていた、せめていつかこやつが背負っていた夢を代わりに叶えてやってくれ。わかった。ヒューガさんの夢。さて、わしは勇者覚醒について調べるため、しばらく旅に出るぞ。そっか。おお、そうじゃ、ティルツキン。ティルツキン。お前の鉄道パスをヒューガに渡せ。盗んだ金の代わりじゃ。そんなひどいです。もう反省したのをアピールするためにずっと黙って聞いてたのに。うわ、こいつ。うお。切り刻む。わかりました、わかりましたよ、もう。ふざけやがって、こいつ。はい。よっしゃ、奪い取ったわ。その鉄道パスは世界中の鉄道に乗れちゃう、すっごく貴重なものなんですよ。せめて大事に使ってくださいね。
とほほ。ざまあねえな。ヒューガよ、鉄道パスに免じてこのアホのことを許してやってくれ。ではわしはこれから旅に、コロシアムとかで別に戦ってあげてもいいんだけど、こっちとしては。そうだな、プクレットの村の連中がまたいたずらしに来るかもしれん。身代わりを置いていくことにしよう。ん？身代わり？お、なるほど。うむ、これでよし。何でもできんな。最後に予言をしてやろう。ヒューガよ、お前はいずれ宿命に導かれるままに、何故自分が生き返ったのかを知るだろう。まずは5つの大陸を旅してみるといい。心のまま進め。いずれ宿命がお前を捕まえる。嫌だと言っても逃れることはできんぞ。わかった。では達者でな、ヒューガ。いつの日か再び我らは巡り合うだろう。うん。バイバイ。お師匠様、行っちゃいましたね。エイド様の話は難しくてよくわからなかった。わかれ、お前。弟子なのに。よくこいつ弟子にとったな。とりあえず、汚れの谷の見回りはもういらないみたいですから、私はオルフェアの町へ行こうと思います。あっちで真面目に商売をやり直しますよ。ヒューガさん、本当にご迷惑をおかけしました。ああ、まあ、反省してるが、一応ね。プディンさんは私の馬車でプクレットの村まで送っていきますんで、ご心配なく。さあ、プディンさん行きましょう。俺は？ヒューガさんはいずれ世界の中心、レンダーシアンに渡って最高の面白い演技を極めるんだって言ってた。それが自分の夢だって。ヒューガさん、僕先に村に戻ってるね。わかった。それが俺の目標になるかな。よし、オッケー、進んだ。いやーっていう感じで、まあ町に行くわけだよな。村を出て。で、あ、村長、一発芸。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ヘイ。ふぅ、お、お、お、すげえ、キレキレ。ただ手足が短い。ヒューガー、これまたやってくれたな。うふぅ。ちょっとマイケル・ジャクソン、かじってんのかな。ケガレちゃん、ケガレの退場、つまりバッチリ酔っ払う。お。ちょっと後ろの2人はいいかな。てかこの演出はもういいよ。うん。ルーラストーン、ルーラストーンもきっぱりすっきり見つけちゃう。1、2の前の証、ラララ。あげちゃう。ヒューガさん。めっちゃ場の空気変わった。あ、その、僕、生き返ったとかそういうのよくわからないんだけど、前のヒューガさんとは別人なんだよね。固まっちゃったじゃん、途中で割り込むから。3人とも。前のヒューガさんは僕のことをいつも元気づけてくれて、僕のために戦って死んじゃって。今のヒューガさんも僕のことを気にかけてくれて、汚れの大蛇を追い払ってくれて。今度はちゃんと帰ってきてくれた。だからヒューガさん、僕にとってはどっちのヒューガさんも恩人なんだよ。僕、ヒューガさんのおかげで。あー、泣くな。もう泣くんじゃない。あー。固まってた3人が動き出した。あ、去ってった。めんどくさがってあいつら去ってったぞ。白状だな。あー、5本。プディンもいろいろあったからな。しばらく休めば落ち着くじゃろう。話はすべて聞いておるぞ、ヒューガ。いや、チャンピオン。プディンやプレートの村の者たち、みんなの笑顔のためによくぞあの汚れの大蛇を追い払った。まさしく笑いのためなら、不可能をも可能にするやつ。見上げた根性じゃ、わしゃ感動したぞ。ルーラストも取り戻したそうじゃな。詳しい使い方なら、教会のヘペット神父が教えてくれるはずじゃ。もはやこの村に心残りはないじゃろう。さあ、冒険の書を出すのじゃ。お、オーケー、一人前の証じゃ、これが。この一人前の証があれば、いかなる国の王や大臣も会ってくれるはずじゃ。おお。その上、ヒューガは演芸グランプリ史上最強の面白プクリポ。きっと行く先々で皆を笑わしオルフェアの町やメギストリス王国、そして世界中に、笑顔を運んでくれるじゃろう。懐かしいな、名前が。世界を巡り各国で活躍すれば、キーエンブレムという鍵の形をした、勲章を与えられることがある。ぷくく、各国で手柄を立て、キーエンブレムまみれになったお前の姿を想像するだけで嬉しくなってくるわい。そう、10個あるからね。僕もそう思う。ヒューガさん、僕もこれから親戚のいるオルフェアの町へ行くんだ。だから、先行ってるね。オッケー、追うぜ。
さあ本当の冒険はこれからじゃぞ。とりあえず西に向かって走るのじゃ。お前が、世界がお前の笑いを待っておる。ここから先の旅は一人にはつらい。ありがとうサポートね。オルフェアの町まで着けば酒場で新しいサポート仲間紹介してもらえる。自由に選んで連れて行くことができるぞ。よっしゃ、さらばらヒューガー、我が最愛の弟子を。オッケー。でちょっと待ってね、もうそれはいいんだ。もうとりあえずメタルキー軍団が出現したから、うん、オッケー、よし早速行きましょう。借りましょう、借りましょう、よし行きましょう、やりましょう、戦いましょう。あ、の前にやったね。おいヒューガまだストーリーやったわ。ちょうど俺たちもこれから村を出るところなんだ。ブディンをオルフェアの町まで送っていくのさ。うん、それにしてもヒューガお前はすごいよな。園芸グランプリにはぶっちぎりで優勝するわ。汚れの大蛇は追い払っちまうわ。ほんとかないこないぜ。プディンやお前を見ててようやく踏ん切りがついたよ。俺にはお笑いは向いてない。これからはプディン直前の泣き毛でいつでもどこでも泣ける男として世界を感動に包んでやるぜ。おお、演者になるのかな。そしていつか世界の中心レンダー社の劇場でお前の演技と俺の泣き毛、どっちが客を沸かせるか決めポーズ、ビシッと決着、決着そんな髪型ねえだろ。決着をつけようぜ。めっちゃ滑ってるよ。どうした日向さん、僕のために本当にありがとう。泣かなくなったね。僕これから泣かないよ。日向さんみたいにみんなに笑顔を届ける人になりたいから。それじゃあ俺の泣き芸主義はどうすりゃいいんだよ日向さん、めっちゃ無視すんじゃん。僕プクレトの村のみんなも死んじゃった、ヒューガさんと今のヒューガさんのこともみんな大好きだよ。オッケー、プクレトの村最高だぜ。じゃあな元相棒、またどこかで会おうぜ。オッケー、じゃあね、さよならヒューガさん、ありがとう。うん、バイバイ。うん、バイバイ、また会おうね。俺あの相棒の方と会ったことない気がするんだよな。あ、俺それプクリポだったからかな。まあ、いいか。よし、オッケー、よし行くぞ。よし、で道具使う、元気玉、元気玉、よし、オッケー、行くぞ。よっしゃ、メタル狩りじゃ来たぜ、早速メタル浮き、覚悟、よし、あいつは逃げ出した。よっしゃ、俺は行くぜ。うわー、やばい、当たんない、全然当たんない、チキショチキショ。よし、おっしゃ、メタル浮き覚悟、おっしゃ、やったー見てよほら、今タケルさん16レベルになったからね。イエーイ、狩るぜ30分間狩り尽くすぜ、ここいらの魔物。おっしゃ、メタル浮き、うわーん、よし、メタル浮き行くぜ。オッケー、よっしゃ倒した、イエーイほら見てよ、死ぬほどレベル上がるでしょ、やばくねこれ。どうや、あ、来た、よっしゃ行くぜ。おお、ぶん回しじゃ、うん、天下の方大宝刀ぶん回し、うん、よし、いいよ、オッケー、メタル浮き、よっしゃ行くぜ。うーん、なかなか単消費しないってやばくない？単消費しないって今なんか出たけど、よっしゃレベル上がった、オッケー、よー、来た、銅の剣か、うん、もうすぐ、あ、帰ってった。だって9レベル上がったもんね、だいぶだね。でここ抜けた、あれだね、オルフェア地方を東抜けると街が見えてくるはずだ。お、あ、いいね、電車走ってる。そう、あれに乗ってね、いろんな街行けんだよね。そう、あれ大陸間鉄道だっけな、あれ、それなんかあれだな、アメリカっぽいな、大陸横断鉄道お、初めての街に着きました。全滅時の復活場所、うん、ここにしとこうか。
オルフェアの町に変更した。ヒューが突然めまいに襲われた。だししばらくもしてないな。よし、次は港のある町に決めた。ってなんだ、どうしたん。あいた。なんかぶつかったけど。あたたたた、すまない、考え事をしながら飛んではいけないね。君は大丈夫かい。こんなムービーあったっけ。それよかった、私はサンビタリア、見ての通りの妖精さ。しかも熟練の冒険者でもあるんだぜ。そうなんだ。このシステム初めて。妖精がなんでこんなところにいて。というか君こそここがどこだか分かっているのかい。分かんない。ここは夢と現実の境界さ。元来ここに意識あるプクリポがいることの方がおかしいんだよ。めっちゃ意識あるからね、こっちは。私はたまに思考を巡らせるためにこの空間を利用するんだ。今日は何をしようか、ランチは何を食べようとか、食べようかとかね。ふむ、どうやら冒険者のようだが、なかなか興味深いね。君、名前は何て言うんだい。ヒューガです。ヒューガです。なるほど、ヒューガ君というのか。何者だろうね。妖精、エルフではないもんね。よし、ヒューガ君、ここで会ったのも、妖精の女王様のお導き。共に私の使命を果たしてほしいんだ。なんだ。私はみんなをハッピーにするべく各地を冒険して、そこに住まう人たちや冒険者につながりを生むことを促してきた。人と人との触れ合いこそがハッピー。会話をして笑ったり助け合ったり、つながりを生むことがハッピーを生むんだ。つまりだ、君には私が選んだアストルティアにいる住人たちを見つけ出して、話しかけてほしいのさ。そのためには準備が必要だね。なんだろう。なんだ。うわー、なんかキラキラしちゃった。君には黄色い魔法、出会いの魔法をかけた。これでヒューガ君には私が選んだ人の名前が黄色に見えるはずさ。なるほど。これであとは黄色い名前の人を見つけて話しかけるだけ。どうだい、簡単だろ。めっちゃ簡単だね。手伝ってもらうんだ、何かお礼をしないとな。そうだね、一人に話しかけるたびに小さなメダルを一枚あげる。そういうシステムあるんだ。はあ、あったっけこれ。さらに話した人数に応じて追加でご褒美だってあげちゃうぞ。どうだい、嬉しいかい。めっちゃ嬉しい。君は実に素直でいいね、ますます気に入ったよ。そうだ、これも渡しておこうかな。ヒューガイエローダイアリーを手に入れた。何それ。びっくりした。かわいいだろ、私のとお揃いだぞ。しかもこの2冊は、書いたものがリンクされちゃう不思議機能付きなのさ。私がこっちにアストルティアの住民を書くと、ヒューガ君に渡した方にも記載されるんだ。なるほどね。私が選んだ住人の名前を記入しておくので、道具の大事なものから確認してみてくれ。私は当面、港町レンドアの船着き場にいる。気が向いたら会いに来るといい。それじゃあまたね。わかった。ありがとね。バイバイ。っていうことらしいな。サンビタリアがかけた魔法で特定の人たちの名前が黄色になりました。彼らを見つけ出して話しかけてみましょう。了解。で、こいつと、最初、早速そうじゃん。どこからともなく謎の声が響いた。なんだ。覚えているかな、サンビタリアだよ。めっちゃ覚えてる。ありがとう。私が選んだ住人を見つけたみたいだね。俺を受け取ってくれ。やった、小さなメダル。よし、一人目達成の記念にご褒美を進呈するぜ。これを使って次もガンガン行こう。ルーラストーンもらえるんだ。その人の話をしっかり聞くといいぜ。行き先に迷ったらイエローダイヤリーを使うか。私に会いに来るといい。私はいつでも大歓迎さ。おっしゃ。ここはオルフェアの町です。そうだね、よく町の手前にいる人だな。いたそう、ここでね、そうチーム作れるんだよね。いいんじゃない、ヘックスだし最高。
オッケー、今ここに誕生した。うん、ティ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 ーン、やったー。さあ、あなたのドルボードを大事にしてあげて。おっ、これだよ、これこれで、ヒューガードル1000人を3個手に入れた。ヒューガードルボードを手に入れた。オッケー、いいんじゃない。もう一回叩き、あ、うん、で武器鍛冶職人、この土地買うでしょ。はい、っていう感じでね、まあ今回ここまでにしましょう。まあ結構やったけどね、まあいろいろカットして短くなってることでしょう。はい、っていう感じで、じゃあ次回までにね、ここら辺、うん、自分の家ちょっと手入れしたり、あとは他のね、他の職業、戦士以外の職業もレベル上げたりとか、うん、ちょっと個人的にやろうかなと思います。はい、それじゃあご視聴ありがとうございました。また次回お願いします。ありがとうございました。